間おくつろぎですね。さあちょっとポンちゃん見に行ってこようか。はい、ポンちゃん。あ、今日はそんなに暑くないね。いい感じ、ポンちゃん。よいしょ。29.2度。まあ暑くないって今の感覚からすれば暑くないけど、夏の気温だよ。まあ大丈夫か。じゃあ後で向こうで待ってるからね。はい、ジャン君どうぞ。さて、これから生配信の時間です。始めましょうか。じゃんくん、そうだね。よいしょ。そして、あ、本当だ。乾かしてあるから。雨に濡れた靴がありますが、ポンちゃん、明るい時にもチグラに入ったね。これ一回入って慣れるとどこに置いても入りそうだね。そうかね、うん、なんかそこに置くようになってから入るようになったから、うん、最初は何なのかわからないからね、うん、さあ、はい、ちゃんくん、ちゃんくん、ちゃんくん、よいしょ。じゃあねー。以前、いただいていたこれ、この、体温計ですね。これ試してみます。今電池入れたところです。あ、これでこの LO ってやつになるといいみたいね。さあ、 32.2 引く 32.1。ポンちゃん黒いからみたいだね。さっきからちょっと試してるんですが、猫はそんな低くないはずだというふうに、まおいママさん言っております。では人間をやってみますよ。こういうふうにして、あれ LO になった。はい、どうでしょう。自分では見えないね。 36.2。 やっぱり人間の額だとちょうどいいっぽいですね、うん、なんかペットのことは書いていないから 36.0。 マオイママさん 36.0 です。人間用ってことだね、うん、まずはね。でペットは多分この毛の色とか、毛の表面だとやっぱ温度はわからないってことだよね。だってこうやって触ると熱いわけないもん、うん、ひんやりしてるもん、うん、でもどこだ、ここか、
にゃんこちゃんはだいたいお尻の中とか、まあ そうだね、そういうところで測るので、はい、ということで、例えば測れません、測れません、体温ないから、ある程度の温度がないと測れないようですね。じゃあ足 32.3、 足寒33.2、 額 36.2、 違うんだやっぱり。頭は、額は 36.2 ありますが、足 34.6。 でも測ると違う、変わるよね。 32.2、 場所によって違うんだね。はい、ありがとうございます。これ今ね、身近なところでは、まあ母とか、僕たち自身を測るっていうのはあるんですが、ちょっと持って行って、例えばそうね、友人が、スタジオを開設してですね、みんなに安く、開放してるみたいなとこあります。そこへ行ったりするんだったら、これを持って行ってみんなに使ってもらうっていうのもありかな。ちょっともったいないね、家族だけでこれを使うのはね。一発でここに置いといての、はい、まおいママさん 36.3 度です。さっきと全然違うんだね。 36.0 だ、うん、まあそのぐらいの誤差はあるんじゃない、うん、測る時によって。この4、はい、うん、6.3 か4今、うん、はい、どうもありがとうございました。これで、なんだっけ、コロナから身を守れると思います。